なんかさ、本当に大丈夫なの？軽井沢さん？毎年誰かが退学してるんでしょ？なんか綺麗事ばっかりだよね、串田さん。いいよね、頭のいい人はさ。前から言いたかったんだけど、串田さんっていい子ちゃんぶってない？そうかな？ねえ、心の中じゃ私をバカにしてんじゃないの？気休めなんかじゃ。私が赤点だったら責任取れるわけ？今のはいけないよ。やっていいことと悪いことがある。まずは串田さんに謝ろう。ごめん。全然だよ。ありがとう。お詫びってわけでもないけど、制服クリーニングさせてくれる？いいよ、そんな。それじゃあ私の気が済まないっていうか、それくらいはさせて。そうじゃなきゃ私泣かないで軽井沢さん。分かった、